Rise on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみララララララ Rise on me。佐々木さんのところに出っ歯が出たぞ。悪い子はいねえか。ダムダムズさんにまでですいや愛想笑いくらいできんもんかね愛想笑いくらいできんもんかね。そう、恥ずかしめてさ投げたのは誰？私です。そうですよね、うん、一応返したよね。愛想笑いぐらいできんもんかね。それどうなんだろう、マナーとして。マナーとしてお子さんに自分の姿それ見せられる？すいません、悪い子でした。ああそうだよ、連れて行くぞ。悪い子はいねが。自己紹介を。生ハゲ坊やです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。さあ、最悪の滑り出しでございますけれども。なんてことない話していいですか？はい、どうぞ。つらつら、今日愚痴言う15分なんですけどいい？はい、大丈夫です。いや、僕ね、副業で、はい、清掃のアルバイトやってるんですよ。うん、もう結構長いですよね。3年ぐらいかな、うんうんうん、3、4年ぐらいかな、はい。まあ、やってまして、少しの時間ちょっとやってるわけ。うん、うん。で、ちょっとね、やめようかなと思って。あら。そうですか。うん、まあ、なんか、一個は、飽きてきたっていうのはあります。なるほどね。なんか同じとこずっといちゃったなっていう感じ。まあ、ハルトさんは性格的にそうですよね。あんま長居するタイプじゃないというかね。そう。うんうん、っていうのと、まあ、今までね、こう、もう70歳ぐらいになる社長がさ、うん、頑張ってやってらっしゃったんですけれども、はい、全然違う仕事をしていた、うん、ボンクラ息子がいるんですよ。ボンクラ息子なんですか？ 40 半ばぐらいの。はい。はい、はい。で、もう、俺は、常々聞いてたわけ。うちの息子はダメだと。はい、はい、はい。うちの息子が継ぐことなんて考えられない。なるほど。その、経営者としての、気概がないんだと。うん、うん、うん。っていうことを、なんかよく俺とかに話してたわけ、社長。親父である社長本人が、もうそうは息子を評してたわけね。うん、そう。うん、うん。で、なんか仕事もな、あれやったり、これやったりで、いまいちしゃっきりしないんだよ、つって、うん。俺はな、30の頃に会社立ち上げて、清掃会社40年やってきたと、うん、いろんなことを学んできた、うん。経営者にとって必要なことは何なんだ。そういうなんかこう、リーダー論みたいなのを俺が聞くの好きで、うん、はいはい、口やかましい社長ではあるんですけど、うん、僕は結構ね、尊敬もしてて、はい、だからなんか、3、4年も居ついちゃったんだけどね。それが、この間、うん、いきなり会社に、ボンクラ息子連れてきて。ほう。息子さんが来た？そう。うん、社員に、はい、これ、うちの息子だから、これから、息子にいろいろ業務引き継いでいくから。はい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 。って言って、うん、社長業の引き継ぎを始めさせて。なるほど。もう代替わりというか。そう。うん、まあおそらく、1年2年後には、うんうん、現社長は引退されて、うん、ボンクラ息子が、その社長の座に収まるんだろうけど、うんうんうん、俺もその瞬間、うん、あ、すぐやめようって思った。いやいやいや。あ、やば。やば。すぐやめなきゃと思った。すぐやめなきゃと思った？うん。でも尊敬してる社長の息子さんだもんね。うん。なんかちょっとこう、ね、様子見ようかなとはなりませんか？いや、何度も言ってるように、うん、ボンクラ息子だから。人の上に立つ器じゃないの。マジでボンクラ。でさ、以前言ってたようにね、うん、社長がね、
こうやっぱ覇気がない、うん、こう人を使うってことを覚えてない、お金の使い方も分かってない、うん、自立もしていないみたいなことを言ってた、そのまんまなのよ。息子さんが。うん。おうおう、初めて見て、はい、まあ、軽くおしゃべりして、うん、ちょっとだけ仕事も一緒にしました。うん、本当にそのまんま、ダメーこの人ってすげー思うの。そんなちょっとした会話でわかる？うん、別に人を見る目がある俺ではないが、うんうん、その俺ですら、吐きねえなぁ。吐きとか突っ込むなよ。なぁ。しゃっきりしねえわーっていう、昔社長が言ってた人物記をそのまんま。はいはいはい。人の上に立つ器ではない。決してなんか生まれ変わって会社に来たわけでもないということね。全然。うんうんうん。で、この人を次期社長にしようとしてるわけ、はいはい、と思って、大丈夫かいな、現社長。パー見るじゃんか。そしたらさ、息子に向かってさ、おお、お前はすごいな、飲み込みがいいな、頭がいいなって褒めちぎりまくってんだよ。キモって思っちゃった。おい、キモじゃねえよ。気持ち悪ってなっちゃって。どうしたどうした一本どっこで、40年、会社を、ね、はい、うん、大きくしてきて、うんうん、支えてきて、人をたくさん雇ってる、はいはい、社長が、うん、ただのバカ親になっちゃって、おお、すごいな、お前はやっぱり賢いなみたいなことを言ってんのよ。全然そんなことないんだよ。もう、もう親バカがただの、ね、ただの親バカ出ちゃって。もっと溺愛しちゃってる様子が、だだ漏れなわけだ。それを見た瞬間に、あ、やっぱーと思って。もう社長も骨抜きになっちゃってるし、うん、将来1年後に、このボンクラが俺の上に立って、めちゃくちゃ指示出してくると思ったら、絶対耐えられないわ、と思って。やーめたって思った。いや、まあ、言い分はわかりますけどね。うん、いや、でもね、もう、みんな社員を持ってると思う。あ、まあ、俺ただのバイトだけど、はい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 、社員さんなんてさ、その息子来て、うん、息子可愛がるようになった代わりに、なぜか辛く当たられてる社員さんとかいるからね。なるほど。うん、だからもう、息子が可愛く見えてしょうがないから、うん、今までの社員が、うん、もう、デクノボーに見えちゃう。なるほどね。うん。なんなんだ、こいつらは。はいはいはい。うちの息子はこんなに頑張ってるのに。っていう目線になっちゃってるのよ。何があったんでしょうね。その社長に。いや、だから、俺思うんだけど、勝手な想像よ。はい。やっぱ40年間、うん、仕事に邁進してきた社長なわけですよ。うんうん。やっぱり立派な一方の人物だと僕は思うけど、はい、その代わり子供とのコミュニケーションはそんなに取れてこなかったなと思うのよ。なるほどね。でも、まあどういう経緯かわかんないけれども、うん、自分が育て上げた会社を見てくれて、自分の仕事ぶりも見てくれて、うん、そして何かを教えられるという機会を、40年ぶりに賜ったわけさ。なるほど。もう70超えてる社長ですよ。はいはいはい。やっぱ失われた時間を取り戻そうと思ってるっていうのはあると思うんだよね。なるほどね。結構もうこの今の状態のコミュニケーションが楽しくてしょうがないんだと思う。うんうんうん、息子が自分の話を聞いてくれる。なるほど。自分に教えを請うてくれているという状態が。でも、それを見せられてる社員一同、地獄よ。マジで通い慣れた会社のはずなのに、うん、人んち居候してるみたいな動かしながらさ。まあな、うん、あ、その親子以外の我々全員が、うん、なんか家族団らんの場にいてしまってる部外者みたいな感じになっちゃって、うん、めっちゃきつい。なるほど。あのね、これね、イメージしづらいと思うんですけど、うん、例えば職場恋愛やるじゃないですか。うんうんうん、ありますね。で、やっぱ部署話すって、うん、あれやっぱ合理的だよ。ああ、なるほど。男と女の匂いを出されると、周囲めっちゃきついじゃないですか。なるほどね。まあまあね。うん。あのね、親子の匂い出されてもめっちゃきつい。
いや、親子の匂いは別にいいんじゃないの？いやいやいや。その、もうどっぷり甘いから気になっちゃうんで。まあ、それもあるだろうけど、うんうん、まあそうだね。なんか、うん、なんか親子ならではのね、甘えが通じてる感じがね、うん、父さん、これはなんとかなんとかなの？みたいな。うん、それはな、こうやるんだよ。ちょっと貸してみみたいな感じのさ。いや、ほんとに、カップルのイチャイチャ押し付けられてる気分。きつい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 。で、親子二人が二人の世界観に入っていくのと同時に、もう周囲の社員の空気が氷のように冷たくなってる。なかなかなんだね。なんだこれっていう白気になって、やばいね、あれはね。なんかこうね、親が作った会社を子が受け継ぐっていうのは、うん、まあ今までもたくさんある例じゃないですか。うん。よくそういうのってね、普通はこう、じゃあその親の方は、うん、自分の子ほど厳しく当たるというかね。そうだね。より厳しくなるというか。でも本当に厳しくするんだったら、うん、うちの会社入んじゃなくて、うん、自分で立ち上げろよって言うと思うけどね。うん、でもそれはやっぱその社長とすればやっぱ自分が作った会社ここまで頑張ってきて、うん、終わりたくないって思いがやっぱ出てきてるんじゃないですか、うん、会社を残したい自分の遺産として。まあ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 社長がね、うん、一人で立ち上げられた社長の会社ですから、うんうん、どうしようが自由ですけど、はいはいはい、なんかいろいろ感慨深いものがあったねでさ、うん、その時にハッと思ったのよ、あの、はいはい、古今東西さ、うん、王位継承争いで、うん、すんごい血みどろの争いが繰り広げられるじゃないですか。そうですね、王位争奪レースが、うんうん、片方の家臣のグループは長男を後押しして、うん、もう片方の家臣のグループはいや次男の方が優秀だっつって B を擁立してさ、うん、血みどろの権力争いになるでしょ。なるね。次期王様は誰だっつって、うんうんうん、古今東西ずっとそうじゃん、うん、そうだね。超気持ちわかるねうん、もうそこの渦中にがっつりいるわけだ、ホイップさんは。うん。いや、今まで、僕はさ、いや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 、なんでそこで争うんだと。うんうん、誰がトップになろうが給料もらえるんだから、おとなしくしとけと、うん。なぜお前ら命がけでそんなレースをやるんだって思ってたんだけど、気持ちめちゃくちゃ分かったよ。絶対ボンクラの下で働きたくないもん。仮にも自分の尊敬するさ、うん、社長の息子なんだからさ、ボンクラって言うなよ。俺は現社長尊敬してるけど、息子なんか一ミリも尊敬してないよ。そもそもがよ、親族の会社で働こうとする人、ちょっと甘いと思う。いや、これは絶対リスナーさんの中にもいるから。いや、いますよ。敵を作る発言かもしれないけど。全然そうですよ。だって僕だって、実家は花屋で、うん、それこそやっぱ継ぐかどうかってね、あるわけじゃないですか。うん、僕は継がなかったですけど、うん、別にそれ、じゃあ継ぎだから、何、甘いかって言ったらそんなこともないでしょ。まあその家を守るというかさ。まあでも、人がついてくると思ったら大間違いだよということは言いたいですね。なるほどね。まあでも確かにそのプロセスはすごく大事になるっていうか、うん、身内を継がせるっていうのは、やっぱそう、ホイップさん言うように、周りをどう納得させるかだから、うん、さっきも言ったけど、こう厳しくなるべく接してね、やっぱ周りの人が、いやいやもうそこまで厳しくしなくていいですよ。うん、頑張ってとかってこう、同情するじゃないけどさ、うんうんうん。うまくそのレールを敷いてあげなきゃいけないってのは本当そうだと思う。まあね。いきなり配置がせます。レールを敷いてあげなきゃいけないのかね。敷いていただかなければ、座につけないんであれば、やっぱ器じゃないんじゃない？なるほど。そうか、そうか。うん。そんなお膳立てをしてもらわなければ、うん、人の上に立てないんだったら、うん、そもそも器じゃないんですよ。なるほどね。うん、ああ、なるほど、なるほど。もうそこにつくべき能力というか。そうそうそう。それを身につけて来いと。なるほどね。自前で清掃会社を立ち上げて、はいはい。で、それなりの会社規模にして、うん。それで、まあ、親父が引退するから、じゃあ、そっち行くわ。うん。とかだったらなんかすごくよくわかるっていうか、はいはいはい、特に修行期間もない、うん、ね、ふらふらしてた、うん、ボンクラ息子を1年2年引き継いで、うん、いける？含ますなよ。いける？でも、もう社長側がお願いしたのかもしれないよ。うん。継がせるにあたってさ、ちょっとうちをやってくんないかって息子さんは、って言ってんの、いや、頼むよって言って、やってる可能性もあるわけじゃない。いや、でもな、
どうかね。まあ、なんかそこの経緯は俺はどうでもいい気するけどね。うんうんうん、まあね。結局了承してるっていうことは、まあ、そりゃそうだ、うんうん、そこには自分の意思が介在してるわけじゃないですか。そうね、40超えたいい大人が、パパに頼まれたからやってるんです。うん、仕方ないんです、みたいなスタンス通用しないって。はい。その決断も首根っこつかまれて連れてこられたわけじゃないんだからさ。ね、そうですね。はい。自分の意思込みですよ。そんなの。そうか、じゃその匂いを感じて、うん、もうやめようと。うん。すぐやめようと思った。絶対嫌だ。そして、今の社長に対して、ああ、俺、尊敬してたから4年もここでやってたんだなって思ったね。うん、まあ、それはそうだな。うん。ああ、なるほどね。その、尊敬する4年も、やっぱくっついてった、社長の息子、うん。俺が一人前にしてやろうっていう気概はありますか？いや、縁もゆかりもねえから。俺そんな忠実な家臣じゃないから申し訳ないけれどもスパッと、うん、あ、社長引退されるんですね、お疲れした、じゃあ自分もやめまーすっていう。それでも続報気になるな、ちょっとどうなっていくかっていう、その見ていきたいところちょっとあるけどね、変遷というかね、どうなるやらでございますけれども本当に愚痴でしたね。うん。いや、結構、こんな、うん。なんか、代替わりの、うん。こう、すごい、まあ、親バカの典型的な、ミス采配じゃないですか。まあね、うん。周りが納得してないっていうのがもうそもそもそうだと思いますね。うん、うん、うん。それを目の当たりにした時にはこんな気持ちになるんだなっていうのをちょっとどっかで吐露したかった。なるほど。みんなに聞いてもらいたかった。なるほど、なるほど。うん、ねえ。どうなっていくのか。まあ皆さんぜひちょっと感じたことをコメントいただければと思います。そうですね。はい。というわけで以上、ライスオンミーでございました。ありがとうございました。